父さん、母さん、親不孝者の僕を許してください。さよなら。古谷君、ダメだ。来るな。それ以上近づいたらこっから飛び降りるぞ。古谷君、死んじゃダメだよ。僕が助けてあげるからこっちに戻ってこいよ。そんなこと言ったって春岡君はいじめられてないから僕の気持ちなんて分かんないよ。そんなことないよ。親友の古谷君がいじめられてるってことは僕がいじめられてるも当然なんだよ。だから僕がそばにいてあげるから一緒に生きていこうよ。なるおたくん、さっきから何してんの？古谷くんの遺言、一字一句漏らさないように動画回させてもらってます。めっちゃ俺死ぬ前提じゃん。いや、念のためだよ。死んでほしくなんかないよ。それに僕だけじゃない、いろんな人が古谷君に死んでほしくない、そう思ってるんだよ。そんな人いるわけないだろ。いるよ。現に今だってコメント欄は死んじゃダメだの嵐さ。配信してんの？ YouTube 生配信、いってらっしゃいチャンネル。不謹慎すぎるだろ。古谷君戻ってこい。説得力だいぶなくなったな。生配信してんのかい。人生なんてな、所詮死ぬ前の待ち時間でしかないんだ。それに僕なんて誰からも必要とされてない人間なんだ。だから僕は今日ここから飛び降りてこの世界からおさらばするんだ。いいね、配信用に表現オーバーにしてきたね。うるせえ。戻ってこい。取られって言ってるだろ。古谷君、すごいコメント欄だ。すごいコメント数。ああ、死んじゃダメだ、死んじゃダメだ、死んじゃダメだ、死ね死ね、死んじゃダメだ、死んじゃダメだ、死ね死ね、死んじゃダメだ。殺そうとしてるやついない。クラスのマドンナの吉田さんからコメント来た。吉田さん、初見です。どうだ。どうだじゃねえよ。絶対今じゃねえだろ。実は前から吉田さんのことちょっと気になってます。古谷君戻ってこい。そんな、早く戻ってこい。さっきからふざけてるだけじゃねえかよ。ふざけてなんかないよ。ちょっと待って。よし、手ぶれ気にしてんじゃねえよ。本当は助ける気なんてないんだろ。そんなことないよ。こうやって配信してんのだって古谷君にいろんな人が死んでほしくない、そう思ってるってことを知ってほしかったからなんだよ。それに親友の古谷君がいない世界なんて僕だって生きてたって意味ないよ。だから僕のためにも生きてくれよ。そっちのターンです。分かったよ。なんかこんなことしてたら死ぬのバカらしくなってきちゃった。舐める